皆さんこんにちは、クラシックギタリストの高橋義太です。参議院選挙、近づいてまいりました、ね。非常に、ね、重要な選挙だと思います、ね。国政選挙向こう3年ありませんから、今回の選挙の結果というのは、ね、非常にこうこれからの日本を決める上で大切な選挙ではないかなというふうに思うんですけれども、まあ、選挙と絡めてね、ちょっと思うところを話していきたいと思うんですけれども、まあ、この国がね、良くなってほしいという気持ちもちろんあります。そして選挙は私は間違いなく行きます。まあ、これまで選挙毎回行ってきたんですけれども、今回も行きます、投票します、するんですけれども、一方で選挙に、選挙というか政治に自分の運命を全て託そうという気持ちはありません。むしろその逆でですね、できるだけ政治に頼らなくても生きていける生き方というのを模索しています。で、これは政治にどれくらいこう頼ろうとしているかというか、自分の人生を預けようとしているかという度合いは人によると思うんですけども、どんなにね、全てを預けようがね、あなたの人生が変わるかというそれはないということです。うん、全てを預けようがどんなに素晴らしい政治だろうとあなたの人生は変わらないということです。例えばね、トランプ氏が大統領になろうが、まあ、今の大統領が、ね、当選しようが、ね、国内でいうと自民党が政権を取ろうが、今の野党と言われるところが政権を取ろうが、どこが取ろうがね、極端な話ですよ。私のギターは全くうまくならないんですよ、私が頑張らない限り、ね。どんなに消費税率が上がっても私のエルゴは速くならないんですよ。まあ、上がってもじゃない、下がってもか、ね。仮に消費税が 0% になってやったと言っても私のエルゴのタイムは全く速くならないんですよ、ね。頭も良くならないんですよ。で、逆にさっき消費税の話したから言いますけれども、消費税がまあ上がるんじゃないかというね、ちょっと懸念されていますけれども、上がると収入っていうか自由に使えるお金減りますよね。普通に考えれば自由にお金使えるお金が減る。でもまあ、働き方とかでね、収入を増やしていければ、うん、これまでよりも自由に使えるお金が増える人っているわけですよ。うん、だからまずは自分の頑張りっていうのが自分の人生を良くしていく上ではまず第一なんですよ、とにかく。うん、自助努力、ね、自立した生き方、これがまず第一なんですよ。それあって、まあ、ただセーフティーネットとしてその政治の力というのはありますよ。ただそれはあくまで補助的なものであって、自分の人生をどれだけよく していくかというのは自分の努力がまず一番、もう90何パーセントぐらい、圧倒的にそれが、自分の人生の質を決める要素です。だから政治に頼りすぎてはいけないということです。まずは自分の努力が一番ですよということだから、投票には行くけどそこまで当てにはしてませんというのが私の考えです、ね。ただ一方で、まあ、政治家は政治家で頑張ってほしいなという気持ちはありますけれども、まあ、別に悪口じゃないんですけど、極端に言うと今日晴れたらいいなというくらいの気持ちで政治はこう眺めてはいます。あくまで自分の頑張りが第一なんだと、ね。それがあれば、ね、仮に、どんなにね、国の政治とか国の状況がね、ひどいものだったとしても生きていけるだろうという気持ちで私としてはこう生きています。で、そういう覚悟を持ってとにかく頑張るぞという気持ちでこう生きていっております。はい、これはね、どういう立場の人でも変わらないんじゃないかなというふうに思いますので、まあ、ちょっともしね、参考になればいいなというふうに思っています。これがまず一点。で、もう一つですけれども、まあ、政治家というのはね、非常にこう尊い仕事であって、たくさんの人に影響を与える仕事なんですね。たくさんの人に影響を与える、ね。総理大臣なんて言ったら東京にいながら日本全国の人に影響を与えるような仕事をやってるわけですね。これすごいことだと思うんですけども、ただ一方で、まあ、そういう人はごくごく稀でしてね、ほとんどは非常に小さい影響しか与えられないんですよ。ただそれは別に悪いことではないと思います。で、私は幸せな世の中づくりに貢献したいという人生の目標が あって、それに基づいて活動しております。この YouTube の活動も幸せな世の中づくりに貢献したいという活動の一環です。
ね、ギターの活動もその一環です、ね、で、ただその幸せな世の中づくりっていう上ではまずは、ね、あの自分の身の回りの人と幸せに暮らすことをまず第一にしましょうということを言いたいです、うん、やっぱりねその人が影響を与えられる範囲って限られてると私は思うんですよね。まずは、うん、あのそういう総理大臣とかを除けば本当にごく限られたところだから、まずはあの自分、例えば自分の家族とか、あと普段自分が接している人、まあ、私で言えば、ギターの生徒さんとかコンサートに来てくれる方とか、ね、あるいは私の動画を見てくださる方、ね、そういうあのまず自分と関わる方、そういう方を幸せにするということがまず第一だと思うんですね。で、そういう意識でみんながやっていけば、その、街中のね明かりがポッポポッポついていって、だんだん街が明るくなっていくのと同じような感覚で、こう幸せな世の中づくりっていうのが達成されるんじゃないかなと。で、こう意外と政治家だけじゃないんですけど、あの世の中の人で多いのが、その外面がいいと言ったらいいですかね、あのいろんなあの公の場ではこう ありがとうございます、あなたのおかげでね、楽しくなれました、幸せになれましたという感謝の気持ちを送られるんだけど、意外とその人の家庭は仲が悪かったりとか、よくそういうことってあるんですね。まあそれはただあのそれがダメとか簡単に言えるものではないんですけども、ただ私の考えではどうかなっていうふうに思うんですね。だまずはなんていうか足元をしっかりする、まずは、やっぱりね、まあ親子関係とかね、産んでくれた親と仲良くするとか、兄弟と仲良くするとかね、家族と仲良くするとか、まずそこからじゃないかなと。いて当たり前とかって思わずにね、あの一緒にいてくれることに感謝して仲良く暮らす。意外とこれがまあ難しいんですけどね、あの意外とこう甘えちゃうからこう難しいんですけど、でもこう一緒にいてくれることに感謝する、で一日一日幸せに生きていけることに感謝して、まずその足元をしっかりしていく。でそれからあのだんだんこの幸せの範囲を広げていくと、うん、いうふうにするといいんじゃないかなと。だからまあ、あの政治家さんはね、あの、まあ、非常にたくさんの人にこう影響を与えられることができるんですけど、まあ、そういう方々は本当に特殊な能力を持っている方だと思うので、それそれで尊いすごいことだと思うんですけど、大体の人は、そういうことがちょっと難しいと思いますんで、まずね、身の回りにある人を幸せにすることに、全力を傾けたらいかがでしょうかという話でした、ね。今日2点話させていただきました、ね。政治に全てを頼ってはいけない、まずは自助努力が第一ですよという話、そしてもう一つは、まずは身の回りの人と幸せに暮らすことに全力を傾けましょうという話をさせていただきました。参考になれば幸いです。